さあ11月3日月曜日14時になりました初恋クロマニオのミーチクパーチクパーソナリティの初恋クロマニオ新本進むとはいどうも松田翔太。ヒカキングですはいよろしくお願いしますというわけでね、はい、えやってきましたもハロウィンも終わりましてうんえねえねえいろいろ行事いろいろ終わっていて多かったですね今日はでもあれですよね<週>あの文化の日 日祝本来だったらね、読谷祭り、ここ2日、3日とかが文化の日はこれぐらいの時にやってたんですけど、ちょっと前倒しになったというそうね、毎年天気が悪いということで、前倒しということで、あれ、ハロウィンの時夜中、美浜ぐらい大変じゃなかったです、渋滞。すい大変ででたにんけど読るま時間 以上かかかかりりままししたたねねよもっとかかったんじゃないかなもっとかかったかノワンから混んでましたからねいやだからこっちはもうスイスイ帰れるもんと思ってるん夜中の1時ぐらいですから時間帯で言ったらそうよねでもすごかったらしいですよハロウィンの会場行った人によるとはいはいあまあフェいスブッいとかはいっぱい載ってましたね。いってました。すごかったですよ。あはいですはいはいいは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  あ外国人の方がもう多かったまあもともとその人たちの行事ですからね,、うん、うね本家、うん、あともう駐車場も満杯で、うん、いや何かな何万人みたいな話ちょちょろっと噂が聞きましたけど、ね、<や>何万人がらいいたんじゃないかみたいな,ない本当に相当だと思うんです、ね、いや一応相当だと思ううんあれはすごいですねすごいなめちゃくちゃ定着したなうんここそんなねえ小学生の時とかたまに ハロウィンでお菓子もらいに行くみたいな話があったじゃないですか行ったぐらいだよねそれぐらい大人がこんなことになるなんてだからさすごいですね今もう渋谷とかすごいらしいですよ警備隊が出動してあまあまあまあそれぐらいことになるでしょうスクランブル交差点とか青信号なのにみんなそのままどかないみたいなちょっと 僕あのいや別にそんなあれなんですけど仮装がちょっとどんなやっていいか分からないとかうん、うん、であと。はいはい まあなんていうのかなパーティーグッズっていうんでしょうかあ<ー>、えー、まあ、なんかハットかぶったりとかんなんおもしろメガネかけたりとかちょっと苦手でね今かけてるやしお前 <laughs> えかけてるやしお前 <laughs> <laughs> い、はい、開局6周年ってなんかいろいろかけてるやし <laughs> ハロウィン残りのなんかやつ <laughs> あすいませんハッピーバーーバスデーって書いてある <laughs> かけ取りましたわ今かけ取るや6周年のメガネ。 思いいっきりかけるやしすません見てる人わかるとネットで見てる人わかると思うんですけど思いっっきりやてるんです今6周年なんだって FMM さんが開局6周年ということで「ハッピーバースデー」とか11月でしたっけ誕生日はそうですそうですだって FMM さんが開局した時にあの喋りましたもんそうね昨日今日開局しましたよみたいな時に来てから喋らせてもらいましたもん だ,だから6年前か6年ですよすごいですねすごいな早いな本いや本当にあっという間ですね、うん、あっという間だな時間が経つのはあまあ、まあ、僕らがじゃあ23とか4とかそんぐらいの時ですねそうですね <6年 S 1> 2008年でしたからねきっとあ二2008年、うんうん、そう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 だからあ二2008年の読谷祭りぐらいの時に、うん、ええー そう来てちょちょこっと喋ってでレポーターみたいなのもやったんですその時にあオールオールの荷物でやったんで多分二人でやってると思うなああれ多分俺何かバイトかなバイトだよバイトいやバイトでいないこと多くないかやあそうそうバイトだったああありましたありましたうん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 たレポートしましたね会場からあれか六年立つんだ立つをあひどかったぜあのレポート 俺ひどかったおれ。うそ。よかったでしょ。レポーターよかったでしょ。これ大体。大体どんな感じだった。なんかぐだってた一応。あ、電柱ぐだってた。死にだよ。あれだあれ。恐ろしいぐらいぐだっつよ。ぐだってないぐだってない。同じこと二回繰り返したんだおれ。あのなんだろう。あ、そうそうそう。このこんな感じでなんかインカムみたいのつけてて、あのラジオ聞きながらレポートします。そうで自分の声も聞こえてくるわけよ。ちょっと遅れて。 で俺自分が言ってんのかこれ言わんといけんのか分からなくなってきてインカムで聞こえてるのを俺2回繰り返してるだからくだってるやつだから何の間違いもないこれはもうぐだってという言葉ではないこれ2回繰り返してって分かりましたあのあれですねあとねええ何何もう次いく次いかんと今もくだりそうだったのに次いかんと話しさ ていうたぶん眼鏡かけてるから気づかんけどこいつなんか目の色やばいぜ今日荷物ああ充血してるじゃんこっちなんでかんでかっていや別にいいでしょなるでしょそれぐらいダメだなじゃあんでかって聞いただけなんです俺も知りたいよそれシャツっていうか充血とか別にいいやシャツよダサくないいや眼鏡外して腹立つわでやし顔で言ったらお前俺今サングラスみたいのかけてるからダサく写ってるだゃ違う違うそういうことじゃんちょっと撮ってみてください あかっこいいやし、嘘つけや <laughs> 俺が嘘つけって言うつかもうよ、俺嫌やしさ、嘘つけダサいやしとか、俺言いたくないぜ <laughs> 違う、このうるさいもううるさい、じゃお前とうるさい、メガネとかシャツとか充血とかよ、ラジオでわかるかっつってんだよ、ラジオでわからん情報ばっかり喋りやがってよ、この子<前>全然説得力な,ないし、<laughs> うるせえんだよ、さっきから。<laughs> 何、何で、何よ。 なんか、あ、まあまあまあ、あの。どうしよう、いっぱい。なんあるんですよ。あ、これね、ちょっともらいましたね。あの、読谷観光協会のね。そうそうそう。えっと、これなんて言うんでしょう。クリアファイル。クリアファイルができた。そうそう。ということなんですけど、まあ、あの、これいい写真ですよ。クリアファイルの表拍子の。あの、宇治畑の間、軽トラックが走る。これ軽トラックもまたちょうどいいぐらいの。 これ新型の軽トラだったらだめだけど今、いろんな色出てますからね今の農業してる人たちはクーラービンビンの軽トラくなってるわけハイゼットとかハイゼットの新型とかこの古いタイプのこれ何かなミニキャブかな。あの 節節錆びてるような感じの軽トラがゴンゴロ道を走るっていうような写真が表拍子になってこれ上等なんですけどもちょっとあのどこで手に入るのかとかはまたおいおいみたいなことで、うん、あお、うん、いおいねクリアファイル、はい、ということでこれもらいましたからパンフレットもあるのかぜひ皆さんどっかで手に入れていただきたいですけれどもね<ー>はいそんな感じですねいそうですね なんと発売になったということで、うん、FM78.6、うん、これえー11曲入ってましてえおなじみの「78.6FM よみた78.6」とかですね、はい、他にも11曲入ってるというえ CD が「TSUTAYA」とかでえイ,ンストインストアライブもやるということですね。えこれ発売がいつでしょうか11月もう発売になってんのかな、うんうん、そうですね 78.6テーマソング、あ宝レコードとか、タワーレコード、すごい、すごい、すごい、えすごい、タワーレコード、ツタヤとかですね、はいはいはい、読みたんのツタヤでもあるみたいですから、ぜひ皆さん、インストアライブに行って、もう面白いですようね、直木屋さん、めっちゃ面白いさ直木屋さん、初めてパフォーマンス見たけど、やっぱすごいですね、あんな感じだったんだ。れい祭のに あんな感じだったんだ。サービス精神。サービス精神で、もうみんな舞台に上げたりとか、自分で降りてってからな、叫んだりとか。地面に転がり回って、ギター弾いて。借金は俺が肩代わりすると、ああいう歌歌ってましたけど。いや、面白かったですからね。これぜひ買ってほしいですね。はい、俺は。買ってほしい。です。はい、ありがとうございます。後でお送りしますね。はい、じゃあ、ちょっと今日の流れを簡単に説明しましょうか。あ、ありがとうございます。 えと本日のメールテーマはメイクですほう、うん、あコントで顔を作るときとか自分でメイクするの難しくないですかと、うん、あ,あとは街で見下ろしたあ街で見たおもし化粧とかよろしくお願いします、うん、そしてコーナーが一つ目が「進むお兄さんの揺れるタイム」です、えー、このコーナーはリスナーの愚痴を聞いたり相談に答えるという何ともまあゆるいコーナーです二、えー、つ目が「けんちゃんおはおまつの」の今日の一言け、うんご、えー、かおまつがけんごかあおまつが、えー、日々成にもう覇者 <laughs> いや俺もおまつってなにこれ <laughs> まあまあいいですすいませんいやいや今日初めておまつって言われたんだ,っけ,だけどこれずっとおまつって書いてあったしこの箱の番組が始まってからずっとい言い訳だよそれはそうだない <laughs> いやいや言い訳ばっかりするないやあ,のあれ思い出すけどなんかね、うん、おまつでネットでなんかやってたっけあ<ー>なんかあのほらミクシー的なのうん。 でたまたまなんか見て女の子なんかナンパしてたわけよ、うん、それで、うん、お松っていう人が、うん、でこいつだったわけよお松だでしょ、うんうん、だからちょっとお松イコールちょっとそれがねちょっと想像してしまって笑ってしまったわけですよ今今 前からちょっと今ここでかかったけどやめたわけばだからそれを言ってるし結局もうやポンコツ山時代いや言ったけど結局言ってるわいやそれはもう言わんと今初めてみたいな感じになってるわ言わんとダメでしょれもうまあ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 っあま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  です。えー、今日のメールテーマそして進むお兄さんに聞いてほしい愚痴や相談などをお待ちしております。うん、そして、えー、ツイッターからもメッセージお待ちしております。本日もユーストリームの配信をしております。FM 読谷のホームページがすぐアクセスできますのでそちらの方もよろしくお願いいたします。はい、えー。それでは、ね、先ほど紹介したアルバム、うん、78.6FM 読谷テーマソングスからですね。えー、ソべポポで彼女は FM 読谷。 さあ初恋車にのるミーチクパーチクをお送りしておりますさあえ今日のテーマはメイクです、えー、メイクについて皆さんどしどしえお送りくださいはいメイクはお願いしますはい、はい、メイクまあ最近ハロウィンもありましたしね、うん、ちょうどねうんまあメイクも、えー、時期的にもそうねそんな感じかなっていう最近あの一般の方の,、はい、あのなんていうんですか メイクの能力というか特殊メイクみたいなのがどんどんレベルが上がってるらしくて特殊メイクそうそうそうあのゾンビとか多いじゃないですかハロウィンでやるそのねレベルがどんどん上がってきてるっていうのは特殊メイク自体がこれって最近の技術なんだけどどんどんレベル上がってきてんか一般でも市販されるように。 買えるわけね、道具とか使う何か絵の具的なうそうそれで一般の人のハロウィンでもどんどんレベルが上がってきてるらしいんですよ。ある程度作られたやつを売ってるとかなるほどね傷口とかそんなのね僕らからしたらありがたいですよねこれありがたいねそういういろいろ特殊メイクであったりとかコスプレとかそうですけどユニォーム、コスチュームってじゃないですか。 コントで結構使ったりとかっていうことがあるじゃないですかそんなに多くなかったじゃないですか結構いやなかった78年ぐらい前までそんないじゃないね全身タイツぐらいでそんなになかったから今もいろんなお店もあるしパーティーグッズとかユニフォームコスチュームいろいろ売ってますからコントで使う時はかなり助かりますよね何でででもきるじゃないすか今 だ例えば何か思い浮かんだとしても設定とか無理だなっていうのありましたもんねあるな映像化不可能だなみたいなこの俺たちのポケットマネーでは道具も必要だしうかなそう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 確かに普通に売られるようになってますからね安くてでねなんでお坊さんもあるわ警察官とかもなるの簡単だしなああれでしょうか何があるかだ ピエロもそうですけど、あぺピエロだし、うん、もっと特殊な侍とかもなれるじゃん、ああそう新選組とかも今、いけるな、いっぱい売ってますし、売ってるな、うん、そうね、うん、あれはありがたい、助かりますねタイ助かる助かる、そうですね、でもな、メイメイクもね、うん、まあそのしないですからメイクはね、うん、男はね、そうですね、うん、メイクメイクか メイクメイクではちょっとかけ離れてるんですけども最近あの生ドラマに出演したじゃないですかその時に、まあまあうまあ、生放送終わりまして、うん、でそれでなんか軽くその同じ曲で OTV で打ち上げしようみたいな感じで何回か登ってからに打ち上げしてたじゃないですか結構酔っ払ってる方とかもいたんですよ。はははい、はいい でその中に福原明さんがいてま、うん、ました見ましたた結構テンション高かったんですよ、うん、もう大きい声でああ「これはもう視聴率下がりは今から」みたいな感じ <laughs> 結構腹,腹から声出してあっ福原さんこんな感じでグイグイいくんだと思って見てたんですけど、うん、でとあるあのそのメイクさんがねメイクさんが「はいはいはい」 座り込んでててて座っテレビ見たんですよそれで腰からねちょっとお尻が見えそうなってるんですちょっと見えてるられローライズのねそうそうそう割れ目というかちょっともう見えてるから体育座りしてるから見えちゃう見えてるんであ見えてるなと思いながら別に今そんな気にしてなかったんですけどでカメラマンが優しいカメラマンが「あメイクさんこれ見えてるよお前」みたいな「ああそうなの早く行ってくださいよ」みたいな感じでメイクさんは。 なんかはっちゃけてたんですけどうん、うん、それを見た福原さんが腹からこ大きい声で「なんで教えるか!」って言って言ってましたねなんかその光景が福原さん、うん、あこんなにスケベなんだっていうギャップがすごかったんですよ, <laughs> ですよねあと叫び声もすごいから一緒に見たえっってなか、まあ、腹から声で,でから、ね、腹から出てるから出てる出てる、うん、もう舞台の出てますからね <laughs> あれ面白い光景です、ね、面白かったな、ね、<laughs> あ <laughs> いやただ僕も福原さんと全く同意見でなんで教えるかって僕は思ってたんでお前が言ったら多分普通だけよ福原さんが言ったらあれってなるよなやっぱだけど興味あるんですねまあそりゃそうよねそりゃそうでしょそりゃそうだよメイクさんとかやっぱ綺麗な人多いしあ その話結構盛盛りりり上上ががましたたねっなメイクさんは綺麗な人多いいい胸の形してるとかあれねそれ今あのあれですよかなり言われてますよいい胸の形をしてる男は言うでしょ簡単にあの女性は形が綺麗とか分かるめっちゃ綺麗だよないい形してるよなあれ胸の形じゃないですとあれはブラの形ですと。 それもだ騙されてる結局騙されてるというか見せかけ胸の形っていうのが腹立つんですって胸の形いいよねっていうさいやいやいやブラの形だからって思うとやっぱ女の人はあそうなのいいねはでも。あじゃあ言われた本人がじゃなくて周りで聞いてる人があの人ってんか胸のおっぱいの形綺麗だよなとか。 それ聞いてた人がいやいやブラの形だから胸の形じゃないから絶対あの人の本来の形ではないですからって思うそこに腹立つっていう話を聞きましたけどねはあ昔でロケットっぽいとかもまあブラザーの形見えてるのはね我々の目に映ってるからこれまあ強制してるというかそういうふうに見せるブラザー制というか 今、だから見えてるのはおっぱいの形じゃなくてその人のおっぱいの形じゃなくただ単純にブラジャーの形ですよていうなるほど、なるほどじゃあ、あんまり道ブラだったら知らんよ、その人が変わるかもしれないでで歩いてるんだったらああ、それはいい形ですねっていうのがあるかもしれませんけど普通、大体一般的に歩いてる人たちはあれは胸の形じゃなくブラの形だ俺はブラを見てるわけね ブラの形を見てるわけいい形だなっていうラもワコールとかピーチジョンに行ってくださいって話ありがとうありがとういい形ワコールとかピーチジョンにあいい形ですねっていうんだったらわかるけどその人に向かっていい形ですねっていうのはちょっとお門違いですよっていう話を聞いたんです僕違うよとそう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 じゃないそういうそ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 ううそそう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 そ 女の子は嫌な人もいるみたいでしょその怒りの矛先っていうか分かりませんそこじゃなないんだよみたいな似たようなものはあるけど例えば今回の事例でいくと女の子がいい形してるよねって男に褒められてるとえそんなことないですよって言ってるのを一歩外れて見てる女の人がいると。はははいいい その人は腹立ってます今っていうのはこの女の子が褒められて「そんなことないですよ」とか言ってる光景が腹立つのではなく「いや違いますこれは胸の形じゃなくブラの形だから」っていうところに怒ってるっていうはいはいああなるほどねわかるはいはいはいこういうのいっぱいあるお前もなんかいっぱいあるわけおお俺いっぱいある何かのやり取りをしてやり取り見てあそう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 ここじゃないけどなっていうのは あこ,こうじゃないそうそう,そ,うそこじゃない場合、うん、いや俺が怒ってんのはそこじゃないっていやつずれてる前もその話したな昔の先生の話と金竹が怒った話とか<う>そこじゃないよっていうああそうそう,そうありがとうっていう言葉はそこで使うことじゃないよみたいなそういうことずれてるよってことでしょ、うん いいじゃいや昔の話、今のだけでは分からんから、その話し、だったいやだから、うん、あれでしょ、あのーまあ、栄養界で、うん、今日は栄養界開いてくれてありがとうございますって、うん、キャプテンがこう言ったんですよね、父母の皆さんに。でも、先生が生きこって、そこじゃないよって、えー、こう開いてくれてありがとうじゃなくて。 何でしたっけ違う合ってる合ってないお前合ってない牛汁じゃい牛汁今日は父母の皆さん牛汁ありがとうって言ったから、うん、牛汁ありがとう、うんうん、牛汁ありがとうじゃないよなうん、うん、ってなったわけそもそも今回の会を開いてくれてありがとうだから牛汁牛汁にありがとうなのみたいな<え> <laughs> そこ牛汁作ってくれたことありがとうなの 違うでしょ今回の会を開いてくれた父母の皆さんの頑張ってよ球児のみんな頑張ってよーっていう気持ちにありがとうでしょそれは細かいないや俺もそら同感わかるそれはもうその先生が言ってることめっちゃわかる、うん、いやでも含まってるでしょでも<ん>今日のあれもありがとう牛耳汁ありがとうでしょでもいやいやでもそこじゃないでもやっぱいいかまあまあそうなんだ俺はそれめっちゃ腹立つやつさ 気づいたじゃあその時気づいたいや違うけどなキャプテンあ俺それは気づかなかったけど言われたらそうだ確かにその通りだなって思います僕はちょっと細かく感じるなそれでも言ったら言ったらでもそうだちょっとずれているでもずれてるのいや嫌いだけずれてるのお前嫌いだばやずれてるのごめんこれ正直に言うけどなんかずれてるのまあこれぐらいのずれたらいいような気もするけどな 牛耳るありがとうじゃないと。この会を開いてくれてありがとう。そうそうそう。いや、ほんとそうですあれほんと、当にあってはいるわけよ。あってはいる。そう。牛うるありがとうっていうのは、ブレる。ああ、ブレてるブレてる。例えば、牛を飼っ、その、牛を飼ってた、ね、キューナさんか、中浜さんかわからんけど、の人にありがとうって言ってるよりも、もうちょっと取れるし。そこに向かって言ってるのは聞こえる。 牛を買ってきた業者にもありがとうって言ってる。その持っていたら、この鍋を作ってくれたね。なんたら製工所の人ありがとう。かもしれんしね。この水を出してくれてる。沖縄水道局の皆さんありがとう。みたいなところにも行きかね。んから、ちゃんとこの牛耳ありがとう。はぶれるわよ。ありがとう。ぶれてる。多分みんな気づかんかったと思うけど、委員は？ こんな探してなないいと<ー>見つからない気がするけど、ね、そう荒を探すような感じもしないともないけど<笑><笑>まあでも合ってるからでもそういうずれてることはあるかもしれない、ねうん、確かにはいというわけでじゃあちょっと曲の方行きましょうか「ゆずで雨と涙」 さあ時,、えー、時刻は十四時三十分を回りました。コーナーのようなメッセージはメールにて受け付けております。はいアドレス fm 七八六アットマーク fmomita ドット co ドット jp です。E、ですはい、はい、というわけで、えー、今日はメイクということですね。皆メイクメイクに関することをどしどし送ってください。うん、はいお願いします。はい。 ラジオネーム一発郵便さんありがとうございます初コロナの皆さん敗退はい最後昨日は昭和者ハーフマラソンお疲れ様でしたニーモスさんが走ったって聞いたんですが結果聞くの忘れてしまったのですどうだったんですかまあギリギリゴールはまあまあ大丈夫なんですかそれはギリギリ合格合格っていうか突破しましたあっ 打ち切りとかタイムアップなんですよ僕は3時間14分30秒ぐらいか3秒ぐらいですねだから本当ラスト30秒前にギリギリゴールしましたなるほどねんとか素晴らしいですあんまりでもそんなには大々的な言わんほうがいいかもしれないまあ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 そうですねこれぐらい編集とかいろいろあるでしょうからまあまあまあこれぐらいにとどめておきさてメイク私は基本ナチュラルメイクですコテコテメイクは苦手です シンプルが一番だと思思いいまますす僕もそうただ沖縄だとメイクが溶けるのが早いおメイクが溶けるという表現は初めて聞きました面白いですね31みたいな感じかな溶けるブルシルみたいな感じかなそれは関係ないですよ直すのがデージやっけーかっこ笑い、うん、ではではということでねなるほど、えー、まあ沖縄だったらまた沖縄での悩みみたいのいっぱいあるでしょうねメイクも暑いし暑日差しは強いわ 日焼けとかどうするまあそれはもう例えば秋田県と沖縄だったらメイクの仕方も変わってくるじゃないですかまあ違う気候が違うからやっぱり気候も違うし肌の感じもちょっと違う肌しやっぱツルツルしてたりとかするじゃないですかあのね東北の方とかそれはでもいいですね楽しいですかね そのメイクして楽しくはないでしょうね毎日のことだから毎日のことって楽しくないさはっきり言ってしまえば、うん、歯磨きその楽しくないでしょそんなに、うん、ねお風呂もそんな楽しくないな楽しいかって言ったら上級には、まあ、疲れが取れたっていう時もあるかもしれんけど、うん、まあ毎日って考えたら大変ですから、うん、この毎日後のメイクをするっていうのは面倒く,くさい部分の方が強いかもしれないですね、うん 女の人からしたらもしかしたらまあただそれを見て我々はあ美しいですねってなるんだからそれはもうあの嬉しいですねやっていただいてありがとう女の人ありがとう本当に頑張ってくれてありがとう頑張ってくれて我々の目目の保養になってくれて毎日大事よあなたがいるから頑張れるいや本当にいやなんだこれ探してたな刑事探してたな でもあの肌の何て言うんですか化粧のりが良かったらやっぱりその一日なんか楽しくなるみたいですよ女性ってああ日によってやっぱ違う日によって全然違うらしいいや僕は二ベア塗るんですけどお風呂上がりに乾燥するから二ベアでもあるのにノリノリがあるいいか悪いかいやある本当にある本当にななんすかね気温とかもあるかやっぱ関係するんですかねああするんじゃああれと一緒だね髪そうセットするでしょワックスで今日違うなっていうのはあるでしょあれ もう僕はもう分かってるんですあもう知ってるうん僕はねあれ分かってるから教えよ教えてるお願いしますワックスとか髪が今日あんまり整わないなっていう時あれね僕だけ分かってることあ教えよね先生お願いしますあれ実はね気候気候の問題あれちょっと分かってつしれはそれはちょっとみんなんか感じてた気候っていうのは何かあったもう一個何かない他に あれ聞こう聞こう全部聞こうあいやもうじゃあ分かってるやそもっといい情報ちょい聞けると思った今んか湿気とかかな湿気とかでくるくるなっちまったりとかうんね固まらんかったりとかだけどそれって本人しか気づいてないこと だったりすするんでよちょっと悲しいんですけど、例えば人に、今日ちょっと髪うまくセットできないんですよとか言ったら、もう間違いなく、ほぼ100%返ってくるのが、え、いつもと変わらんよ、だいたい。だからやっぱり、自分が一番可愛いね自分のことはやっぱ自分が一番見てるというか、逆を言えば、人なんてそんなに俺のこと見てない。ね、荷物のこと見てない。健吾のこと見てないよって。確かに これ女の人にも当てはまらんかねって。ちょっと。あるこのメイクノリが悪いです。あんまり今日メイクうまくいかないんだよねって言ってるけど、まあそんなには見てないんじゃないかない <laughs> そこまでは気にすることないんじゃないかなっていう部分ある。まあ綺麗だから元々が、もともと。そう。 その細かいことはわからない周りの人あんま気づかんよねやっぱり細かくはあこの時今日ちょっとあれだなとかやっぱり日焼け止めぐらいは気づくけどあ今日塗って舐めちゃめちゃ今からいいこと言っていいおー挽回してないダメだったのやっぱり女の子のイメージが下がりそうだったんだたね。やっぱりこういう話してて思うのはやっぱりみんな一人一人自分のプロ だと思うんですよ。ね。例えば僕は松田翔のプロだし。新居と進むのプロだしね。なんかそれともはるさんのプロだし。うん。あ、でもそれ結構いいことっていうか。そうでしょで、当てはまる。やっぱり自分のベテランだけど。いやもう。もう、松田翔歴30年だしよ。年。ね。伊賀健吾歴30年でしょそうですね。 でプロもう間違いなくプロですよだからもう自分のことはもう細かいこととかも気づくし気づいてしかるべきだよねやっぱりねそこはねそれだから気づかないやつはえちょっと学生気分みたいなアマチュアの気持ちで新ス進やってないみたいな鼻毛出てるってそれ気づかないのそれちょっとアマチュアだよこれアマチュアだよトス進のアマチュアだよそれはいはいいやありがとうね みんなそれぞれがプロなんじゃないかなと僕はちょっと思いましたそれは確かにそうだですなだから FMU ターンも6周年ということで6年ねもういや一からプロでしたね1年目がプロですから1年目がプロなの FMU ターさん確かにロなってデビューしますからちゃんと分かってじゃないよねじゃあもうプロなの

ああれれ僕ちょっと面白いねあれね先生僕だけ分かってですあれはね晩年いやだからもう一個情報あるから思うやそっかそっかプロだなはいプロねえメッセージもう一つ「舞なんだけどメイクをしてハロウィンしたよそば屋の格好で腰を入れてシコシコ麺をよぎしこシコシコと」 前入れした。なんかちょっと想像できるんだよな、こんな人。ああ、そうですよね。前なんですけど。そうですね。だからハロウィンとかもどうでしょうね。何をやった方がいいかっていうところでやっぱりダースベイダーじゃないですよね。それはね、やるとして。ダースベイダーじゃないし。 ピッコロ大魔王じゃないしベジータではないんじゃないですかやっぱり注目を浴びるにはやっぱり維持できるのがいいですよね出てすぐ終わりじゃなくてねあ出落ちっていうのはねちょっとまあまあ限度があるんですけどでも見てても飽きないやつね結構見てても。 そのキャラクターがちゃんとしっかりしてるっいうやっぱクオリティーよねやっぱクオリティクオリティそうだやっぱクオリティ大事ですやっぱアイディア俺かなり大事じゃないかなと思ってああ例えばだからモノマネで言うところの武田鉄也とかええあとなんでしょうね和島光一桑田佳祐、土手場やしこれもみんなやらなくなったじゃないですかやりすぎてねやりすぎてだからそこで 仮想界でいうところのダース・ベイダーであり、ベジータでありとか、そういうところだと思うんですけど、だから、それが派生して、細かすぎて伝わらないものまねっていうのができたし、そっから。で、それが現代人にあったわけですし、新しいものまねの形として。だから、細かすぎて伝わらない仮想はいはいはい。っていうアイデアじゃないかなと僕は思ってるんです、なるほどなるほど。仮想界も。そうだな。細かすぎて。そうそうそう。 いや喋れないキャラだったら俺ダメだと思うよそれが細かすぎて伝わらない伝わらないで終わると思うからあら説明とかもいやいやそれ自分で弁護しないと弁護自分でしないとそっかそっかれときにお前勘違いしてるわ新本澄むはい新本澄むの弁護人は新本澄むしかいないよさっきからみんな比嘉健吾の弁護人は比嘉健吾しかいないし誰も弁護できないんだから 自分のことは自分で言わなきゃ。<laughs> そうだな、はい。なるほど。あ、これ、ね、ちょっと告知しましょうか。はい、えっと、FM 読谷のテーマソング CD 発売記念つって読谷店インストアライブのお知らせです。うんうん。えー、FM 読谷のテーマソング CD。 七十八点六の発売を記念してツタヤ読み丹店でインストアライブが緊急決定日時は十一月八日土曜日午後五時午後五時開演場所はツタヤ読み丹店店内にてあ店内なんですね。入場無料ですということで。これ見に行きたいな。これ見に行きたいですね。出演は直木屋さんでソベぽーさんウエチマサシさんラジオでゴープラスチャブロック チャブロックマックさん、千葉な辰巳さん、おライブ終了後はサイン会もやっちゃいますよいいですね。店内でやるっていうのも、なかなかイメージわかないですけど、どんな感じじゃないか楽しみです、ね。楽しみですね、こちら、ね。外とかでよく聞きますけど。店内,店内で。これは盛り上がりでしょうね。はい、間違いなく。はい。そして、いいね、続いて、はいえー、映画。 うん、標的の村無料上映会 in 読谷のお知らせです、うんえー、基地問題の現実と矛盾を映し出したドキュメンタリー映画、うん、標的の村の無料上映会が開催されます、はいえー、基地とともに生活のは当たり前ですか多くの方々に知ってほしい現実がここにあります、うんえー、11月9日読谷、えー、村文化センター中ホールにて会場午後3時30分一部午後4時二部午後7時半

はい初恋クルマニョンのミーチクパーチクを FM 読みたりにお送りしておりますえー、続いてのコーナーいきますスモニーさんのゆるいタイムさあというわけでこのコーナーはですね、えー、スモニーさんことにもとかですねリスナーの愚痴を聞いたり相談に来たりという、まあ、ゆるいコーナーでございまして早速本日の相談に参りますね、えー、何ですか、えー、ラジオネーム梅ゴやジュースが気になるさようにいただきましたありがとうございます、えー、こんにちは 先週ジョギング中に肉離れを起こしてしまいらら毎日絶賛通院中です、えーえー、痛くて立ってることもできず先週の予定は全部キャンセルああ第3歳なんですああ、えー、相撲兄さんは部活とかで怪我したことありますかということでございますねああ,あ<ー>質問ですあ僕がですか、うん、いやまああのー、部活中に僕大怪我したんですけど、うん、はいあのー レギュラーメンバーはみんな遠征行ってて高校の時ね高校の時補欠だから僕補欠だったんでまあ健吾と昭和一応メンバーには入ってたけどレギュラーじゃないけど一応メンバーに入ってたから生きよったわけで俺補欠っていうかもう控えにも入ってなかったから俺たちは残ってでその控えのメンバーはんていうの周りの掃除とか自分たちだけでちょっと練習したりとかしててでもみんなが行ったすぐ初日 とりああえずまあ環境を整えるために草刈り作業しようってなってレギュラーメンバーの環境を取っ環境たいそう,ん、う,うレギュラーメンバーの環境を整えとそうだけどそうかもしれんけど <laughs>、うん、俺がなってもいかないいやいや一応後輩もいるからのっちもう少しでレギュラー逃したメンバーもいるわけよその中には、うんうん、いやいやいや練習だったら私も作業って,言って正直俺は思ってたけどでもまあそれは強い高校で行けば行くほどそれはでも当たり前になってくるさ、うん まあまあまあいいやと思ってもう初日もうすぐ草刈り作業ですよはいはいはいで入ってじゃあやりましょうってなってもうなんかかまったら新品みんな持ってきてたわけよおよ買ってから,ら新品でやった方が <laughs> でスタートって言ってもう一発目草刈りのこの一発ガサってやった時に俺自分の指バンってやったわけよでそれで俺も練習できなかったわけよ、うん、こっから 1か月ぐらいはいはいまあそのミート力だったらレギュラーなれんよな鎖も当てきれなかったらなまあね。バットがボールに当たるはずな練習でスポーツの練習して怪我するんだったら私も作業で作業で怪我してるか俺ものじゃないやしもうそのエピソードでもそれが俺嫌だったけどだからこのんていうのよくほら怪我してこの怪我の怪我にんかみんななんか 横でかやってるさちょこちょこ練習してるさ怪我にメンバー集まってあのなんて言うんでしょうね調整調整みたいな調整かミークなもんですよねそうみんなちょっと肩壊してとかちょっとバッティングの時膝が痛くてとか俺だけ釜で怪我して指に包帯巻いてるわけよでやっぱ教室とか行ったらみんなあれどうしたのって言うさ俺はデッドボール当たって怪我したって俺言ってたわけよ いやちょっと恥ずかしがるところがやっぱ特殊ですね嘘恥ずかしくないいやみんなんかんかかっこいいやしんかボールが当たってとかんかそうピッチャーでかたいたいとかなんてもうひじばしたかよ恥ずかしがるところにをコンプレックスがんか見え隠れしてるかなり見え隠れ全部隠れてるちょっとんか見えるやしさコンプレックスそのその前のコンプレックスで言うと 俺は野球が何なんかの人たちみたいに俺は野球ができてないっていうのがこのユーはちょっと出てもボーってよっていうのに見え隠れしてるそういうコンプレックスが逆に言ったら俺はもうずっとレギュラーだったし昔野球うまかったから俺はもう試合に出て当然とかっていう意識はあったわけよだけど出てないしっていうかメンバーにも入ってないぐらいだったから俺をそれを 周りの部活の人にバレるのが恥ずかしかった結構そういうところ意外と思われですね僕は俺は野球下手だったしレギュラーじゃなかったんですけど俺はよかったけどよかったけどそれがバレても全然余裕だったっけだからそういう意外とッコつける部分があるんですよ意外と変なところでッコつけるっていういやでも2人はまだなんかメンバーにも外れないぐらいじゃなかったいや俺や一個上だしや いやいや,だからや、<laughs> お前たちの学年だったらもっと下だけど、これ何のあれだろ、<laughs> 俺、学年一個上だから、それはお前、ベンチ入らないし。<laughs> いや、でも、ほら、身長もあったから、なんか、やっぱりちょ、あまあまあ、野球選手としては、お前よりは確かに取り合いはあるなと思うよ、うだ監督だったら、どんなに下手でも、確かに下手だった、お前は。下手だったけど、やっぱり、監督だったら、パッと見て、俺は、やっぱ一回違う。うんまあね 一回絶対使う。あの、だから、あれと一緒でしょ。例えば、会社の、会社の入社試験、ね、同じレベル。ああこいつ、なんか使えなさそうなやつ入ってきたなっていうやつが入ってきたけど、こっちの方が可愛かったと。そしたら、同じ能力だったら可愛い方採用しないみたいなことで、同じ下手だけど、 まあ、同じ下手なら、この身長高い方と。か何か、まあ、ちょっとでも取り柄がありそうなのを使おうかみたいなことだから。まあ、技術的には、まあ、そんな大差はないと思うけど。俺と新本とか、まあ、技術的には同じだと思うけど、その。なんていうですかね、能力、身体能力というか、そこの面では、まあ、勝ってるかなとは客観的に思います。勝ってる。いや、技術は一緒くらいだけど、その、まあ、パワーだったり。そう、パワー。そう、だから、使いどころが一応あるというか。あるさ。 俺正直もう高校になったらもうパワーないまあもう本当に何も取り入れなかったからこれがもう嫌でしょうがなかったわけもともとパワーあったりとか身長あったりとかした人が成長ももうストップして追い越されてるっていうパターンっていうのはやっぱりみんなコンプレックスになると思うもともとずっと低い人いるからねうんそれで俺はもだから怪我した時もプレーで怪我したっていうかスポーツ中に怪我したって言ってたわけよ ああ、なんかいい格好しようとしてない。いい格好しようとした。正直。そうだな。なるほどね。高校生ってやっぱり見栄張るって絶対。そこで、そこででも見栄張るんだっていう感じだな。聞いてて。あ、そこなんだみたいな。もう少しでメンバーだったけどなみたいな。とか。っていうこと言うわけ。とか、言うっていうか。いよいよ醸し出す。そうそう。言いはしない、絶対。だって全然違うから。なるほど、なるほど。まあ今考えたら本当に。 ちょっとわかる気はするけどな。男だってあるでしょあるあ、まあ、男だって。しかも、ほら、同級生とか。で、どんどん出てくる。何、どうした?。もう、やっぱ、やっぱ、腹立つわけ、やっぱ。やっぱり、本当に、試合出てないメンバーって、みんな、やっぱ、集まって愚痴るんだけど。大会とかなったら。女子とか、くるさ。それで、なんとか、なんとか、とか、ピッチャーに向かって、大作とか、なんか、言うさ。本当に辛いわけ、それ。 本当につらいやだけどそれってやっぱり結局顔とかそのあれじゃないですか野球とか関係ないと思うんですよその人だと思うんですよ出てないなんかポール人間的魅力そうそうそうハーフっぽいポールってやつがいたんですけどいやポールはあだなんすけどあだよねそいつは言われてたもんでしょでしょ同じベンチでもただでもなんていうのほら試合堅固とか試合出てたからまだちょくちょくねまだなんかあっ いていいんだみたいないや俺はこや俺ていてはよかったそう逆にいていいんだ俺はもうベンチから出るのが嫌だったけどそしたらみんな見られるさ観客席からはいだけどベンチから出てから頑張っていこうとかボールとかこう回収したりとかしたりそれするのがシニアだったけどそうなんだ人をとって存在がベンチにいるってのはバレたくなかったバレたくなかったもう出たくなかったどうしたったらグラウンドだったらいいけど正直だからすごいコンプレックスだなそれな <laughs> 大会が来るために俺もう憂鬱だった俺、またまたはいはいはい、もういいもういい、そこまでいって、ちょっとアップして応援して帰るって、<laughs> なんだか<ー>、バット一回も振ってねえっ <laughs> て。<laughs> コンプレックスだな代打で出てバントのサイン来るしな試合ようやく出たと思ってもいやそれ俺めっちゃなんか感じすぎてる気がするそのコンプレックスを俺状況的には同じだよお前と俺の俺の代でお前と同じぐらいの扱いだった全然試合も出てなくて。 なんもないって遠足言う通りのにストレスの受け方が違うストレスの受け方一緒だよ本当に俺の同そうみんなこんな感じだったけどな34人ぐらい集まって本当に出たないメンバーね心を共有してメンバーでんでこうなひん曲がってんのかその女を。 その中には本当に怪我してるやつもいるからねお前 <laughs> 一緒にいるメンバーあ本当に怪我してい,いないハズレてる人もいるけど <laughs>、うん、ちょっとひんまがって卑屈すぎると思う、ね、卑屈なキリストに来んのかなよく見られたかったんだ多分よく見られたかったんだろ多分 <laughs> ん小さい頃のプライドがあるからねああ さあじゃあエンディングでございます。さあ最後行きましょうか。え今日はじゃあ健吾の今日の一言行きましょう。それではお願いいたします。どうぞ。十一月八日皆さん直木屋さん見に来てください。よろしくお願いします。直木屋さん出てきてください。はい。お別れで皆さん分かり出ますから。はい。来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。